アクアチャンネルのザッキーです。今回は三菱アウトランダー PHEV 専用の当店のオリジナル商品車種別カット済みプロテクションフィルムを紹介します。はい、今回紹介します車種別カット済みプロテクションフィルムアウトランダー PHEV 専用となりますが、今実際の商品のサンプルを手に持っています。こちらの商品に使われているこのプロテクションフィルムというのは一体どういった製品なのかと言いますと、車の塗装面を汚れや傷、紫外線ですとかそういったものから保護する目的で開発された特殊なフィルムの製品となっております。塗装面に汚れをつきにくくする、傷から塗装面を守る、紫外線から塗装面を守る、そういったことになります。それ以外にもたくさんこの塗装面を犯す要因ってありますね。鳥の糞ですとか虫の死骸もそうです。そういったものから塗装面を保護するために開発されたこのプロテクションフィルムですが、本来であれば塗装面ですので、例えばボンネットですとかバンパー、フェンダー、ドア、こういったところに全体的に施工するものになります。ですので、工期と費用がかかります。これをですね、日常的に車を使用していて、特に傷のつきやすい場所に重点を置いて商品化したものが、このカット済みプロテクションフィルムになります。ですから冒頭で持っていましたこちらの商品になりますが、これは実際にアウトランダー PHEV のヘッドライトのレンズを保護できるようにカットしたプロテクションフィルムになっています。こういったように貼る場所の形状にあらかじめカットして DIY でも手軽に貼り込みができるようにしたものが今回紹介するカット済みプロテクションフィルムになります。はい、このプロテクションフィルム大きな特徴がありまして、一つはプロテクションフィルムの表面についた傷は熱によって自己修復するという大きな特徴を持っています。これは一体どういうことなのか分かりやすくした映像がありますので、こちらをご覧ください。はい、これは今回紹介するこの透明タイプのプロテクションフィルムと同じ性質を持ったツヤありの黒のプロテクションフィルムをアクリル板に貼り込みした状態になります。そこにこういったようにワイヤーブラシで無数の傷をつけています。全体的に傷をつけているんですが、光が当たっている部分、傷が分かりやすいと思いますので矢印に注目してください。はい、ここにヒートガンで強制的に熱を与えると、このようにスーッと傷が消えてくれます。はい、このようにですね、今回紹介のためにヒートガンを用いて強制的に傷を消していますが、熱によって自己修復しますので、例えば炎天下の暑い時ですね、こういった時には傷が消えやすくなります。またこういった室内、室温によってもじんわり消えたり、そういった特徴を持ってますので、いつの間にかついた傷はいつの間にか消えているという状況が作れます。これで洗車傷なども気にせず愛車を美しく保つことができます。それからもう一つの特徴は紫外線の低減です。この紫外線の低減で大きく恩恵を受ける場所、これが先ほども紹介しましたヘッドライトになります。そもそも車が汚れると洗車をする、洗車をすると傷がつきやすくなります。特にヘッドライトなどは塗装面と違いますので傷がつきやすい場所になります。この傷のついたところに雨などが降ると雨水も溜まりやすくなる。そこに太陽が出ると紫外線を強く浴びることになります。この繰り返しによってヘッドライトはくすみですとか黄変、黄ばみですね。こういったことが起こりやすくなります。いわゆるヘッドライトの劣化ですね。こういった劣化も抑えてくれるのがこのプロテクションフィルムの特徴にもなっています。それからヘッドライトですから飛び石も心配ですし、高速道路などを走ると虫の死骸もつきやすくなりますので、そういったことからも素材を保護してくれます。それからもう一つの特徴は優れた疎水性能です。このプロテクションフィルムの表面には水滴がつきにくくなります。水がつくとすぐ剥けようとしますので、常に汚れがつきにくい状態を作ってくれます。そして最後もう一つの特徴が優れた光沢性です。プロテクションフィルムを貼り込みしたところは深いツヤが生まれますので、常に美しい状態を保持してくれます。表面についた傷はついても自己修復してくれて紫外線を低減してくれる。さらに優れた疎水性を持っているので汚れがつきにくくて深い光沢がある。一つの商品でこれだけたくさんの特徴を持った製品となっております。はい、ということで今回アウトランダー PHEV 専用となりますので、先ほどもお話しましたが傷のつきやすいところに重点を置いてということになりますので、どういった部分に今回の商品のラインナップがあるのか、先ほどヘッドライトで紹介したように実際の商品を
施工する場所に合わせて詳しく紹介します。と言いますのも、このカット済みプロテクションフィルム、今この状態で見た目は白くなっていますが、これは裏面の剥離紙が白くなっているからになりますので、剥がしてしまうと半透明の状態、さらにそれを施工すると透明になりますので、貼った場所がわからなくなります。ですので、まずはこの状態で紹介します。それから実際の貼り方ですね。各部分にどのようにして貼り込みするのか、施工していくのか、この貼り方も詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは商品の紹介をしていきます。まずはフロントからですが、フロントは先ほど紹介したヘッドランプもそうですが、こちらデイタイムランニングランプ、こちらの商品もあります。フロント側はですね、やはり一番気になるのは飛び石、それから走行中の砂の巻き上げ、こういったものも受けると、この表面のクリア層が侵されたりもします。そこでしっかり保護したいところとなりますので、まずはヘッドライトプロテクションフィルム、それからデイタイムランニングランプのプロテクションフィルムとなります。この部分は例えば傷がついたり割れたりしますと、なかなか最近の車は LED になっていますので、レンズのみ交換するというのが難しくなっています。そうするとアッセンブリーで交換するようになりますので、とても高価です。保護できるならしっかり保護しておきたいところになります。このヘッドライトプロテクションフィルムと、それからデイタイムランニングランプのプロテクションフィルムは、フィルムカラーが選択できます。これ以外の商品は今回すべて透明プロテクションフィルムのラインナップになっていますが、この2つの商品はこの透明以外にライトスモーク、それからスモーク、この3つから選択することができますので、お好みでご利用いただければと思います。ライトスモークを張り込みした状態はどういった状態になるのかというのを、別な車両で紹介したものがあります。 BMW の X3 で実際に張り込みして紹介している動画がありますので、その動画のURL はこの動画の説明文、概要欄に記載してあります。気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、続いての場所は、アウタードアハンドルのこの奥のカップ部分。もうここは傷がつくところの代表格ですね。白いボディですと黒っぽい細かい傷がついたりですとか、注意しているんだけれど、いつの間にか傷がついてしまう部分になります。そこでこちら、ドアハンドルプロテクションフィルムになります。こういった形状のもの、見たことある方たくさんいらっしゃると思いますが、はい、この部分に張り込みするものになります。こちらは各ドア専用品に作っていますので、運転席なら運転席専用、運転席後部座席なら運転席後部座席専用と、各ドア専用品になっています。ですので4点で1台分のセットにしています。よくあるプロテクターですね、カーボン調のものがあったり、分厚いものから半透明なものもたくさん様々ラインナップしていますが、今回のこのプロテクションフィルムは透明ですので、まず貼ってしまえばこの状態です。ですから何かこういったところに貼ってある感が嫌だな、でもちゃんと傷は保護したいなという方にはおすすめの商品になります。それから傷がついたらつきっぱなしではなくて、熱によって自己修復します。しかも貼ったところはツヤツヤの状態。こういった状態が保てますので安心です。はい、ドアの商品もう一つあります。それがドアエッジになります。この部分はですね、よくあるケースでいくと、降りるときにドアを開けました。そうすると強風でドアが煽られてしまって、横にある障害物にぶつかってしまったというところで、このドアエッジが、塗装がえぐれてしまったりですとか、傷がついてしまったりということがあるんですが、そういったことからドアエッジ部分を保護できるのが、ドアエッジプロテクションフィルムになります。このように細長い商品になっていますが、このエッジ部分に貼り込みすることによってエッジ部分を守ります。こちらカット済みですので、このドアエッジのこのラインに沿ってカットされていますので、このように軽く当て替うだけで自然とフィットするようになっています。これがカット済みの特徴となっています。このドアエッジプロテクションフィルムはドア4箇所分で1台分です。ですからこちらがフロント、運転席側、そしてリアドア用もこのようにこのエッジ部分からこのアーチの部分のエッジも保護できるように、はい、こういったように専用形状でカットしたものになります。ですからフロント側は左右で2点、後ろ側は左右で4点になりますので、全部で6点で1台分のセットになります。ドアエッジ、ドア4箇所分しっかり保護ができます。はい、続いての商品、続いてはピラーです。このピラー、こちらの車両はこのようにツヤありのブラック、ピアノブラックの状態になっていますね。このピアノブラックの部分っていうのが、
とても傷がつきやすく、しかも傷が、細かい傷がつくと、このように光が当たったところは、その傷が光って目立ちます。とても残念な状態になってしまいます。ドアの開け閉めの時に、ここを持ってしまう。意識してても不意に持ってしまったりするんですが、ここで指紋がつきやすくなりますし、車が砂ぼこりなどで汚れていると、こういった塗装面と違いますので傷がつきやすくなります。それから汚れているから指紋がついたからといって拭き取るとそれはそれで傷がつく。そういった傷のつきやすい場所になりますので、しっかり保護しましょう。こちらを保護できる商品がピラープロテクションフィルムになります。こちらも専用形状になっていますので、運転席ドアのピラー、運転席後部座席のピラー、そして運転席後部座席の後ろ側のピラー、このピアノブラック、ツヤありのブラックになっている片側で3箇所の部分をしっかり保護できます。こちらの商品は純正のこちらのドアバイザーを装着されているお車専用となります。ドアバイザーを装着されていないお車用は今回商品のラインナップがありませんので、気になる方でぜひプロテクションフィルムを貼り込みしたい。ドアバイザー装着されていないお車のオーナー様、ご来店が可能でしたらばお作りしますので、ぜひお問い合わせください。はい、このピラープロテクションフィルム、片側で3点、左右合わせて6点で1台分のセットになります。はい、傷がつきやすい心配な場所は車の外だけではありません。日常的に車を使用していて、一番乗り降りの頻度が高いところは、ここ、運転席になります。このステップ部分に足がぶつかりませんか？無意識にぶつかっていると気づきませんが、ここが気づいたら傷だらけなんていうお車もお見受けすることがあります。そしてさらに、このドア全開で乗り降りするシチュエーションというのはなかなか少なくて、実際ですとこのくらいだと思います。そうするとなおさら狭くなって当たりやすくなる。こういった状況になりますので、しっかりこのステップ部分を保護しましょう。はい、その保護できる商品がこちら、ドアステッププロテクションフィルムになります。運転席側で紹介するとこういった状態です。白いところになりますので分かりにくいかもしれないんですが、このように広範囲にこの部分を保護できるようになります。これはきっちりこの場所という一義目の商品ではありませんので、一番ご自身で乗っていて傷がつきやすいであろう箇所にこのように位置を合わせて張り込みすることができます。幅も結構ありますので、この面はもちろんのこと、この角ですね、ここが傷つきやすくなります。この角もしっかりこのように倒すことによって保護できるように作ってありますので安心です。こちらは4席分、4点で1台分のセットになります。運転席、助手席、そしてそれぞれの後部座席用とセットになっています。はい、また運転席側ですが、こちらも傷つきやすい場所になります。それがセンターピラーと呼んでいますが、この部分です。ここはですね、乗り降りの際に、例えばハンドバッグですとか、何か物を持って乗り降りしているときに、不意にぶつかってしまって傷がついている。ですから結構深めな傷ですとか、ついてしまっているお車をお見受けすることがあります。バッグのベルトの金具などは傷つきやすいですよね。ブラブラしていると当たっているのも気づかない場合があります。それから雨の日です。傘を差してきて車に乗ったら、皆様ここでバサバサとやりませんか？その後傘をしまうんですが、その時当たってませんかね？そういった不意のダメージからしっかりこの部分を保護してくれるのが、こちらセンターピラープロテクションフィルムになります。これは先ほど申し上げていたこの部分ですね。ここを保護できるようにカット済みにした商品となっています。このように広範囲に保護してくれます。はい、そしてこちらもこのように角を倒して折り返すことによって角の部分も保護してくれますので安心です。はい、このセンターピラープロテクションフィルムは運転席と助手席2点で1台分のセットになります。はい、もちろん乗り降りの心配はこちらの後部座席も心配なところになりますので、こちらの商品もラインナップしています。まず先ほどフロントで紹介したドアステッププロテクションフィルムは4席分で1台分となります。そのリア用がこれになります。フロントと比べると短めになっていますので、一番傷のつきやすい場所にしっかり張り込みして保護できるようになります。はい、そしてもう一つ。フロントでセンターピラーを紹介しましたが、リアはやはりこの部分ですね。クォーター部分。フロントのセンターピラーよりも幅広です。そして座面がもうすぐここにあります。ですので、フロントよりも傷がつきやすい場所になります。このクォーター部分のパネルを保護できるのが、
クォーターパネルプロテクションフィルムになります。こちらは片側で2点になっています。ですので左右合わせると4点で1台分のセットになるんですが、このクォーター部分は幅が広いこの部分と幅の狭いこの部分と2つありますので、その2箇所を広範囲に保護できるように作りました。はい、こういったように広範囲に保護してくれますので、とても安心です。はい、続いての商品は給電口です。給電口は給電する際にこの部分を押しますね。はい、このようにして蓋を開けるんですが、この部分に手を触れることになります。車が汚れている時でも、そういった場合でも触れることになりますので、こちらも傷が心配な部分になります。そこで、こちらの給電口プロテクションフィルムになります。全体的にこの蓋の部分を保護できるように、この形状でカットしました。これで傷つきは安心となりますので、蓋を開ける際も気を使わずに済みます。はい、反対側にはこのように給油口がありますが、給油口はですね、車内からオープナーを使ってパコンと開けるようになりますので、そういった手を触れたり、ギュッと押したりすることがないので、傷の心配は少ない場所ではありますね。それでも、いやいや、給電口の蓋、しっかり保護できるなら、給油口の部分も欲しいな、そう思われるかもしれません。安心してください。発売します。これが、給油口プロテクションフィルムになります。まあ、実際開けるときには、蓋の部分も持ったりもしますので、それ以外もですね、傷がつかない、越したことはありませんから、この給油口プロテクションフィルムもおすすめの商品となります。続いての商品ラインナップは、ラゲッジルーム。荷物の出し入れの際ですね、心配な部分は、このリアバンパーの部分になります。このアウトランダー PHEV は、リアバンパーのこの部分結構出ていますね。それから、このラゲッジルームの高さ、比較的高めですね。そうすると、はい、実際こういった重たい荷物をここに乗せようと思った時に、ちょうどこのバンパーにぶつかる高さ、ザッキーは身長170センチになりますが、そのザッキーが荷物を入れようとするとこういった状態になります。少し持ち上げて置くという状態ですから、やはり誤ってぶつけてしまいやすいですね。しっかり保護したいところになります。そこでリアバンパープロテクションフィルム、こちらを発売します。はい、ご覧のようにこのリアハッチの部分、開口部いっぱいいっぱいですね。このように広範囲に保護できるようになっています。そしてこのリアバンパーの上の面はもちろんのこと、このようにはみ出していますが、このように折り返すことによって、これ2段階で折り返します。そうすることによってこのセンサー部分の上まで来ますから、この面とこの角とさらにこの角も保護できるように作っています。幅が広くてさらに折り返しもついていますので、荷物の出し入れ時のダメージもこれで安心です。はい、続いての商品、こちらも心配になりますね。リアハッチのエッジ部分です。こちら実際に開けますが、途中で止めます。そうすると比較的後ろに張り出します。アウトランダー PHEV は高い位置に開口部がありますので、通常の下の方にある車よりはこの出っ張りは少なめなんですが、それでも開けるとこのように後ろ側に出っ張りますので、障害物などがあるとぶつかってしまうと心配になります。ですからこちらも左右のドアのエッジ部分と同じようにですね、このリアハッチのエッジ部分を保護しましょう。リアハッチプロテクションフィルムになります。少し幅を広めにしています。この部分の形状ですね。リアハッチのこういった形状に合わせてカットしていますので、形状を合わせてこのように張り込みするだけになります。手軽にリアハッチのエッジ部分も保護しましょう。それではこの後実際の貼り方を紹介していきますが、今回紹介しますこのカット済みプロテクションフィルムは大半が車の外に施工するものになります。ですので、施工前には必ず洗車を行って綺麗な状態にしてください。後ほど紹介しますが、今回のこの商品は洗剤水を水で希釈した液体を吹きつけて貼り込み作業をします。ですので、その部分だけ綺麗にしても洗剤水をかけることによって思わぬところから汚れを呼んできたりしますので、必ず全体的に洗車をして水分をよく拭き取った上で作業を始めてください。はい、その作業に必要な道具が3つございます。まずは施工箇所、油分を取り除くための脱脂剤を使用します。この脱脂に用いているのが当店では
こういったブレーキ&パーツクリーナー、こちらを使用しています。こちらをそのまま直接かけるのではなく、乾いた柔らかい布に染み込ませて対象箇所を拭き取って脱脂をします。それから先ほどもお話ししましたが、今回のカット済みプロテクションフィルムは、剥離紙から剥がしたらば、そのまま直接貼ることは絶対にできません。中性洗剤を水で希釈した液体を使います。これを対象箇所とフィルムの粘着面にたっぷりと吹き付けるために必要なのがハンドスプレーです。こちらに中性洗剤を水で希釈した液体を入れて使用します。そして実際にプロテクションフィルムを対象箇所に乗せましたらば、今度は水抜きをしながら貼り込みしていきます。その際に使うのがスキージーです。当店ではシリコン製のスキージーを使用しています。ゴムヘラなどでも代用はできますが、固めのものですと施工しにくくなりますので、こういったものをお使いいただければと思います。はい、ということで、この3点の道具が事前に必要となってくるんですが、どうしてもお手元にご準備が叶わない場合には、こちらの商品も当店のホームページ、オンラインストアで購入が可能になっております。商品と一緒に購入も可能ですので、ご準備が叶わないものがありましたらば、ぜひご利用いただければと思います。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に URL を記載してあります。はい、それでは実際の貼り方を紹介しますので、この後ご覧ください。ヘッドライトプロテクションフィルムの貼り方になります。商品は右側左側専用品になっていますので、必ず商品のこちらのタグを確認してください。 R となっているものがライトですので、右側運転席側になります。 L は反対の助手席です。そして上下もありますので、仮合わせをして形を確認して貼り込みしてください。今回のアウトランダー PHEV のカット済みプロテクションフィルムの中では、ヘッドライトプロテクションフィルムが一番難易度があります。貼り込みに少しコツがいりますので、動画をよく参考にしてください。このように仮合わせをするとわかりますが、立体的な造形のところ、特にこちらの車両は上側に向かってのラウンドと側面のラウンド、この2つが入っていますので、この部分にかなりのシワが発生します。このシワをきれいに分散させて抜くのが貼り方のコツになります。では実際に貼っていきます。今脱脂なんですが、こういったヘラを使って少しこのバンパーの隙間から差し込んで、バンパーの裏側の部分も脱脂しています。これはプロテクションフィルムに貼り込みしていくと、バンパーの裏側に若干入るような形にもなりますので、しっかり脱脂してください。ですので冒頭にもお話ししましたが、洗車の時にですね、こういった隙間の部分もしっかり洗車できれいにしてください。プロテクションフィルム乗せましたらば、位置合わせはこの部分で行います。ヘッドライトをこの角度から見た時に、バンパーに隠れるか隠れないかというところで合わせてください。あまり中に入れないようにプロテクションフィルムを設置します。下のラインも見ながら、上すぎないようにしてください。ヘッドライトのラインからはみ出さないようにプロテクションフィルムを設置します。位置が決まりましたらば、まずこの部分を水抜きをしてプロテクションフィルムを固定していきます。プロテクションフィルムが動かない状態になりましたらば、今度はこのシワを解消していきますので、テンションをかけていきます。まずここにたくさんのシワが今発生しています。それからこの部分もシワになっていますので、車の中央に向かって手のひらを使ってこのようにテンションをかけて伸ばしていきます。そうするとこういったようにシワがあったものがこのように解消していきますので、テンションをかけながら水を抜いていきます。全部のシワをこれだけで伸ばそうとしても限界がありますので、ある程度テンションをかけながらこのシワを分散させるように潰していきます。この時ですね、同じ位置でシワが潰れるのではなくて、押すことによって周りに散るような感じです。
このようにしていくと、この部分のシワが解消していきます。あとは同じようにして全体的にしっかり水抜きをしていきます。はい、今このように水抜きの作業中に吹きつけているもの、これは洗剤水を希釈した水ではなくて、何も希釈していないただの水です。ですので、洗剤水を入れているボトルと、もう一個水だけのボトル、この2つを用意しておくと作業がスムーズに行えます。シワになっている部分に今水をかけた状態ですが、そうすると早くこのシワが密着してくれます。これでほぼほぼ腫れた状態になっています。この水をかけるのは、あまり早い段階からやってしまうと大きなシワを潰してしまうことになりますので、ある程度しっかり水抜きをした上で、このように慣らした時にくっつくんですけれど、だんだん浮いてくるような部分、こういったところに水を吹きつけて張り込みしていきます。ある程度シワの数が減りましたらば、あとは水分をよく拭き取ってください。水分が残っていると、その水分を吸い上げてまたぷくっと浮いてきますので、これでもまだ 1,2,3,4 箇所ぐらい浮きが出ていますが、これは水分の戻りで浮いてくるところになりますので、水分をよく拭き取りながらスキージで鳴らしていきます。はい、これで完全に張り込みができました。このようにして張り込みしてください。反対側も同じように張り込みします。デイタイムランニングランププロテクションフィルムの張り方になります。こちらは右用、運転席側用、それから左助手席側用と専用になっていますので、必ず仮合わせ、もしくはこのタグを確認して R になっているのがライトですので、右側運転席側になります。確認した上で仮合わせをして全体の位置を確認してください。はい、運転席側で張り込みしますが、まずこのレンズ面ですね。この表面とさらにグリル側にこのように倒れていますが、その部分もこのように倒して折ることによって張り込みできるようになっています。それからこの目尻の部分はレンズ面に起伏があります。ここに出っ張りがあります。この出っ張り部分の表面を張り込みしますが、この下側の部分、ここまではプロテクションフィルム行き渡らないようにカットしてありますので、張りやすくなっています。ですので、その出っ張りの部分に沿うラインがこの部分になります。位置合わせですが、この部分は倒すことになりますので、一番位置を合わせやすいのはこの目尻の角になります。この部分を起点にプロテクションフィルムを置いて、全体のバランスを確認してから張り込みに進んでいきます。では実際に貼っていきます。この部分で位置を合わせましたらば、この起伏の部分を飛び越えて、この辺りからのラインを見ていきます。あまり下にはみ出さないようにラインを見てください。水抜きはまず目頭の部分から目尻の起伏の始まりの部分、このあたりまではしっかり水を抜いて完成させた状態にしてください。ここで少し時間がかかりますので、ここを中途半端にしてこちらの方を時間をかけていると水泡が抜けにくくなります。はい、ではこの目尻の部分の起伏の部分、ここを仕上げていきます。ここは洗剤水を下に抜いていくイメージです。上側から下に向かって
しっかりとこの谷を貼り付けながら進んでいってください。この時に下から水を持ち上げてきてしまいますので、ここで洗剤水を水で希釈していないただの水を使ってこのシワの部分に入れていきます。洗剤成分を薄めることによってプロテクションフィルムが貼り付きやすくなります。極端な戻りを止めながら下側に向かって水を抜いていくと、水が入ってこなければ浮いてきませんので丁寧に仕上げていきます。はい、これで張り込みが完了になります。この起伏の部分が張り込みのポイントになりますので、動画を参考に丁寧に仕上げてください。反対側も同じようにして張り込みします。はい、ピラープロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは片側で2点左右合わせて4点になっています。それぞれが左右、それから前側後ろ側と専用形状になっていますので、必ず所定の位置に張り込みする必要があります。商品のこちらの上の部分にはアルファベットが記載されたタグが同じ透明のプロテクションフィルムで表示されていますので、こちらを確認してください。末尾のアルファベットと数字が R1 となっていましたらば、 R はライトですので右側、そして1番が前側になりますので、ここが R の1です。その後ろ、こちらが R の2になります。こちらを確認して間違えないように、さらにこのように仮合わせを行って確認してください。例えば1番と2番が入れ替わると、はい、このように形状が変わります。角度が違いますので、こういったように仮合わせをしても分かりやすくなりますので、必ず貼る直前に仮合わせをして貼り込みしていってください。では実際に貼り込みしていきます。はい、これでピラープロテクションフィルムの貼り込みが完了になります。ドアハンドルプロテクションフィルムの貼り方になります。商品は4点で1台分のセットになります。それぞれがそれぞれのドア専用品になっていますので、必ず商品のこちらのタグを確認してください。こちら今運転席側になりますので、運転席ドアは GN の後が FR というアルファベットになっています。フロントライトになります。 FL はフロントレフトですので助手席のドア、そしてRR となっているものはリアライトですので運転席後部座席、 RL は助手席の後部座席になります。必ずタグを確認して貼り込みしてください。そしてタグがついている方が上になりますので、こういった形で貼り込みします。では実際に貼っていきます。まずプロテクションフィルムのこの上の位をこのカップ部分のプレスラインの内側に合わせてください。外側ですとこのように飛び越えてしまいますので、この内側のラインに合わせます。ここから徐々に水抜きをしながら張り込みしていきます。Thank you.
これで張り込みが完了になります。今の張り方の補足になります。最初にこの縁をこのプレスラインに合わせました。と同時にですね、この左右のバランスも見てください。あまり極端にどちらかに寄っていないように均等のバランスでフィルムを置きます。そうしましたら、まずプロテクションフィルムのこの部分、上側のおおむね5分の1程度水抜きをして、まずフィルムが動かなくなるようにしてください。これが動いているようですと、下側に水を抜いているときに一緒に下がっていってしまいます。ですので、まずはここを固定する。ここがしっかり固定できましたらば、上から下に向かってスキージーで水を切っていきます。何度か繰り返すと、この部分が張り付いてきますので、しっかり水を下に抜いていってください。この時に両サイド、ここですね。ここにシワが寄りやすくなります。と言いますのは、このカップ部分はお椀型になっています。ですので、そこに平面のプロテクションフィルムを乗せるのですから、当然シワになります。このシワを横方向と下方向に向かって解消していきます。そして最後、均等にスキージーを当てて、シワを分散させる。ここにもシワが寄ってきますので、シワを分散させるように水を切っていきます。シワが大きく一箇所に固まっていると、その部分で折れてしまいますので、たくさんのシワができるように分散させてください。そして、水残りがないようにしっかり水を抜いていきます。このようにして張り込みしてください。運転席側で紹介しましたが、残りの3箇所すべて同じ張り方になります。タグを確認して間違えないように他の部分も張り込みしてください。ドアエッジプロテクションフィルムの張り方になります。こちらは片側で3分割の商品になっています。こちらのタグを必ず確認してください。 GN の後アルファベット R、 この R のついたもの同士3つ集めます。これが右側になります。 L になっているものはレフトですので左側、助手席側です。アルファベットの後の数字1、2、3とありますが、1番がフロントのドアです。2番と3番がリア側になりますが、この部分が2番、そしてこのフェンダーアーチの部分が3番というふうになっています。左右必ず間違えないように振り分けてください。では1番のフロントドアのドアエッジ部分を張り込みしていきます。タグを上にした時に張り込みする位置も上になります。そしてこのドアエッジの形状の通りにこのようにカットしていますので、このラインを合わせて張り込みしていきます。最初のスタート位置はこちらのメッキのモールがありますが、この際の部分からスタートします。際といってもあまり奥に入れないようにしてください。おおむねこのモールの下からになります。では実際に貼っていきます。ドアエッジモールの貼り方のコツになりますが、幅がとても狭い商品になりますので、洗剤水を使うと位置を合わせる際に動きすぎてしまいます。ですので、貼り方のコツですが、ハンドスプレーの中に何も希釈していないただの水を入れて使います。このように水だけをスプレーして貼り込みしていきますが、途中まで今実際に貼っていきます。まず剥離紙をこのように少しめくって、このモールの下に先端を合わせます。ただの水ですので、少しペタペタくっつきますので、慎重に合わせてください。そうしましたら、剥離紙をこのように少しずつ剥がしながら、片手にスキージーを持って、プロテクションフィルムは常に浮いた状態、スキージーを当てたところだけ貼っていきます。徐々にスキージーを滑らせて、このライン、ドアエッジのラインにプロテクションフィルムの縁を合わせながら、このように貼っていきます。ではどんどん貼っていきます。このようにして貼っていきますが、この時の注意点は、この場合左手に持っているこのプロテクションフィルムですね、剥離紙を剥がしてボディとのこのフリーになっている部分、この部分をテンションをかけてしまうとどん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 伸びていって、最後ここはみ出してしまいますので、こちらの左手は常にテンションをかけないフリーの状態にしていってください。
これで張り込みが完了になります。もう一つ注意点なんですが、プロテクションフィルムをフリーにした状態で今滑らせて貼っていったんですが、これで初めて貼っていくような状態です。例えばこの状態でこの部分までが貼れていたとすると、ここから先はフリーの状態です。このスキージーより先にプロテクションフィルムがここにくっつかないようにしてください。このスキージーより先にくっついた部分はただの水を使って貼ってますので、気泡水泡になります。ですから少しコツがいりますが、このようにして貼り込みするときれいに早く貼り込みができます。もし心配でありましたらば、通常通り洗剤水を吹きつけてプロテクションフィルムを全体に置いて、動かないように押さえながら丁寧に水を抜いてください。少し時間がかかります。どちらか貼りやすい方で貼り込みしてください。ドアエッジプロテクションフィルム、リア側の貼り方になりますが、2点あるうち順番があります。まずは先にタグの2番を貼り込みしてください。2番はこの部分になります。フロントと同様にこのモールの際の部分で位置を合わせると、このドアエッジのラインがこのように合うようになっています。ここを追従して貼り込みしていくと、最後このフェンダーの部分で終わります。これで2番を先に貼りましたらば、続いて3番になります。このまま行きます。3番が先に貼った2番の進行方向側、この縁に位置を合わせます。ですから重ならない状態ですね。離れもしないです。ぴったり合わせて、そこを起点にこのフェンダーアーチのラインに沿ってこのように貼り込みしていきます。これがリアドア側のドアエッジプロテクションフィルムの貼り方になります。実際の貼り方はフロントと同じになりますので、フロントの動画を参考にしてください。ドアステッププロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは長い商品が2点と短い商品が2点で合計で4点になっています。長い商品2点がフロント左右です。左右は共通になります。それから貼り込みする位置は特に限定的なこの場所というところはありませんので、傷がつきやすいところに貼り込みしてください。一つ注意点は、角を折り返して角を保護するようになっていますので、あまりこのウェザーストリップモールの奥まで入れてしまうと角が出てしまいますので、このバランスを見ながら貼り込みしてください。では実際に貼っていきます。はい、これで張り込みが完了になります。リアクォーターパネルプロテクションフィルムの貼り方になります。こちら片側で2分割になっています。必ず商品のこのタグを確認してください。 GNR1 と書かれたものと GNR2 と書かれたもの、この R1、R2、 この組み合わせにしてください。反対側の助手席は L1、L2 となります。この組み合わせを作ってください。その上で実際にこのように仮合わせをして合っているか確認して貼り込みしていきます。2つあるうち順番どちらでも構いませんが、最初に内側のこの幅の広い方を貼っていきます。では実際に貼り込みします。プロテクションフィルムの位置合わせですが、プロテクションフィルムを置きましたらば、このリアのステップパネル、このパネルがここの部分で分離しています。この分離するラインの位置にこの下側を合わせます。そうするとこの上側も必然的にこのストライカーの部分の下側にプロテクションフィルムの縁がきます。そして横位置になりますが、この部分少しおおむね10ミリほどはみ出すように作っています。
角を折り返すようになりますので、あまり奥に行き過ぎないようにしてください。このバランスも見ていきます。位置が決まれば水抜きをしていきます。内側の大きい方が貼れましたので、続いて2番目のこちらを貼っていきます。最初に貼りましたプロテクションフィルムと同じラインに来るようにプロテクションフィルムを置きます。そしてこの下側を見ます。プロテクションフィルム、こういった先が細くなる形状になっているんですけれども、これがこちらのプレスラインと長さが合う位置ですね。あまり極端に下すぎてこの樹脂に乗っかってしまわないような位置ですので、この位置を合わせればおおむねこの位置は合います。それからあまり手前すぎますとこのフェンダーアーチモールの樹脂に乗っかってしまいますので、ちょうどこの谷に合わせるような感覚です。位置が決まりましたらば水抜きをしていきます。これで張り込みが完了になります。吸電孔プロテクションフィルムの貼り方になります。こちらはタグがついていますが、整体してアルファベットが読める位置ですから、こうなると逆さまになりますので、この位置にするとこの形状通りになります。貼り合わせもして貼る位置を確認してください。あとはこの形状に合わせて貼り込みします。では実際に貼っていきます。これで貼り込みが完了になります。吸油口プロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは商品にタグがついていますが、こちらが貼り込みする際の上側になります。プロテクションフィルムを剥離紙から剥がすとタグは剥離紙側に残りますので、必ず上側を覚えてプロテクションフィルムを置いてください。では実際に貼っていきます。はい、これで張り込みが完了になります。リアバンパープロテクションフィルムの貼り方になります。こちらの商品、タグがついていますが、このタグが右側になるのが正位置になります。実際にプロテクションフィルム仮合わせをして、このラウンド、この形状が合うか確認してください。逆にすると、このように合わなくなりますので、必ずこの方向でプロテクションフィルムを置いていくようになります。それから左右の横位置ですね。この位置はここという限定的な場所はありませんので、
プロテクションフィルムを乗せた時に滑らせて左右のバランスもきちんと見てください。では実際に貼っていきます。横に長い商品になりますので剥離紙から剥がしたらこのように置いていきます。位置はまだ見なくても大丈夫です。まずは剥離紙を全部剥がすようにこのようにプロテクションフィルムを置いていきます。そうしましたら半分ほどもう一度めくって粘着面にたっぷり吹き付けてください。吹き付けた側は滑りやすくなりますので落ちないように気をつけてください。あとは左右のバランスを見ます。この左右にこういったへこみがあります。この外側のラインにおおむねプロテクションフィルムのラインが来るように置いてください。そうすると少し短くなっていますがこれが折り返すとシワになりやすいのでテンションをかけてそこに持っていった時にちょうどよくなります。こういったイメージですね。このようにして置いてください。それからこの部分は向こう側に乗っからないようにバランスを見ます。位置が決まれば水抜きをして仕上げていきます。はい、これで貼り込みが完了になります。リアハッチプロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは上下の向き間違わないようにしっかりこの R の形状を合わせるように貼り込みしますのでバランスを見て貼り込みしてください。特に難しくはありません。では実際に貼っていきます。長い商品になりますのでまずは剥離紙を剥がしながら乗せていってください。この段階でしっかり合わせる必要はありません。フィルムを乗せましたらば粘着面にスプレーしていないのでもし滑らなければ一旦剥がしてこのように粘着面にもスプレーしてください。なじませてこのように滑るようであればそのまま位置を合わせていきます。この時の注意点ですがこの角をオーバーランしないようにしてください。極端に言うとこんな状態ですね。後でここを折り返すようなことになると縁が浮きやすくなりますので理想的なのはこの面で終わるところですね。面から先角が落ち始まったところまで縁がかぶさると洗車などによって浮きやすくなりますので面で終わる位置にバランスよく置いていってください。はい、これで貼り込みが完了になります。はい、今回の動画アウトランダー PHEV 専用のカット済みプロテクションフィルムの紹介でした。いかがだったでしょうか。
今回紹介しましたこちらの商品は当店のホームページ、オンラインストアで購入が可能になっております。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に URL を記載してありますので、ぜひ商品ページをチェックしてください。通信販売でご購入いただきまして、この動画を参考に DIY で手軽に貼り込みができる商品となっておりますが、どうしても貼り方に自信がないな、心配だな、そういった方いらっしゃいましたらば、もちろん当店での作業も受けたまわっております。その場合でも同じように商品ページからご購入いただきまして、配送の選択というところで店舗取り付け商品をご選択ください。そうしますとこちらから工賃を含めた合計金額のご案内をメールで送らせていただいております。受信設定をされている方はご注意ください。内容をご確認の上、お振り込みという運びになります。ご入金の確認ができましたらば、再度こちらから作業の日程のお打ち合わせのメールを送らせていただいております。当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。はい、今後もこういった車種専用のオリジナル商品、それからこのアウトランダー PHEV 専用の商品も、このアクアチャンネルで随時紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。